ちょっと待ってくださいね、あのね歌詞が出るところがマジでマジで特徴的すぎてどこやねんってなったわ。ちょっとあれにします、歌詞一覧で見れるんで一覧で見ます違う行読んじゃうんだよ、なんかね一番下が最初の行みたいな出方したりするもんでおもろすぎて他に数センチの不信感が挙句の果て静脈も刺しちゃって病弱な愛が飛び出すもんでレスポールさえも狂気に変えてしまいました。ノンフィクションストーリーは好きですか、ここがどうもダメできないでした、正しいのがどれか悩んでんじゃ、どれも正解というオチでした。本日の宿題は無個性な僕のこと、たぶん遠くない不自由ない最近に生きていて、でもどうして僕たちは時々に毎日悲しいて言うんだ、寂しいて言うんだ、黒板の文字が読めますか、あの子の心情は読めますか、その心存在な催眠に酔っていてどうようもない、それの不安はずるずるでずっと育てたんだ。今日の宿題は相変わらず解けないや、たぶん遠くない不自由ない最近に生きていて、でもどうして僕たちの胸元の塊は消えたいって言うんだ、知りたいって言うんだ、